谷堂の戦いで呂蒙は倒れた。長谷堂城を妖魔に奪われ撤退する味方の真狩を、本来呂蒙ほどの名将ならばたやすく妖魔に敗れるはずがない。だがその時呂蒙は重傷を負っていたという。その怪我さえなければ助けられる。呂蒙の情報を求めた太子寺は、当時の牛頭山がかなりの危険地帯であったとの答えを得る。かつて太子寺は呂蒙と牛頭山の付近で別れた。その後に、あるいは呂蒙殿と別れたのはこの辺りのはず。さて、太子寺殿、あれを。妖魔の軍勢に包囲を受けている。呂蒙殿に違いあるまい。急ぎ救援に向かうぞ。今こそ過去を変えるのだ。俺たちが一緒ならやれる。急ぎ救援に向かうぞ。俺たちで呂蒙殿の未来を変えるのだ。囲まれたか。長谷堂に向かわねばならぬというのに。メス。よい。そう、勝ってやった。落とされた。無縁。天魂一滴。敵中を突破する。すべては座球。
地で援軍とは。助かったぞ。ここに留まっても龍馬に囲まれる。急ぎ脱出しよう。なんと太子殿か。上田城に向かったのでは。俺たちは未来から来たのだ。龍馬殿を助けるために。太子殿が冗談を苦心するとは珍しいことがあるものだ。逃がさん。とんだ失態よ。お手を煩わせて申し訳ない。一段と冴えておいでですな。実に見事な武勇よ。この太子氏に冥福いたした。いいぞ、見事な働きだ。私を誰だと思っているの。私の技、お前ごときには見切れない。術中にあるようだな。それでも進まねばな。ならば我らの力を束ね正面から突き破るのみ。実に見事な武勇よ。この太子氏に敬服いたした。ここは任せて。この槍にかけて。しまった、目を伏せていたか。敵の援軍が続々と集結しているか。だがこの程度で我らの心を折れはしない。龍馬どもは残らず打ち砕いてくれよ。おお、一段と冴えておいでですな。
に見事な武勇よ。この太子氏に敬服いたした。座標の仕上げだ。楽しい。ほどけ。俺にはなさねばならぬことがある。数は敵敵さどね。私の技、お前ごときには見切れない。おお、一段と冴えておいでですな。九死に一生を得たようだな。遊んでる暇はないの。さよなら。太子寺殿、救援感謝する。いろいろと尋ねたいこともあるが、俺は両毛殿、これだけはたとえ長谷堂で危機に陥ったとしても必ず俺たちが助け。承知した。太子寺殿が真偽を問う。ではこれにて。これで過去は変わった。今度こそ両毛殿。よし、これをやろう。お前ならで。